お疲れちゃんです。ラットです。今日はね、こちらのミラーデッキですね、今日もやっていきたいと思うんですけど、あのね、今日ちょっとあのいろいろちょっと諸事情、もう僕の諸事情で隣にね、はい、滑舌失礼します。こっからげ久しぶりにあのコタくん登場ってわけなんですけど、あのまあその諸事情はちょっとやりつつ話していきたいなと思いますだけで、あのこちらね、いつもはまあプリンセスだったりトレンドだったりなんですけど、マジアチが強化されました。おお、ということで、もうマジアチ強化されたらやっぱ使わないといけないみたいな、使えと言われてるようなもんなんでね。強いの実際マジアチは。あ、結構ね、結構増えてきて、普通に強いと、まあ、言っていいぐらいのね、まあなんだろう、いい情報修正されたんじゃないかなと思いますというわけで、あの環境で結構ね強いゴボウリも入れたこちらのねミラーでやりたいと思います。で、前までタルババだったんですけど、最初やってた時はローリングウッドで、タルババ登場してからずっとタルババだったんですけど、もうタルババがもう終わりですね、もうあのさよならカードってことになっちゃったんで、はい、まあ原点にして頂点というわけでロリババに戻しました。ロリババじゃない、ロリババじゃないわ、ローリングウッド、いや、はい、一生まだある。というわけで今日はこちらでやっていこうと思います、はい、一緒に、はい、あれ一緒にえ、やった俺のでこれやっけない、え、俺のあ、そう、あのそのやってない。じゃこれわかん、寝てたこれ一緒に入るわかんないですね、僕もよろしく。で、さっき言ってたね、今日なんでコタいんのって、なんでコタくんだよって、自分一緒に撮りたいじゃん。いや、僕はねコタと一緒に撮りたいとかそういう、ただただそういうのじゃないです、あのあれです、まあ諸事情ですよ、本当にあの僕の事情と言いますか、はいはい、まあアクシデント的なことによって僕の携帯であのクロロワがちょっとできなくね。ね、一時できなくなっちゃって、赤バンとかじゃないんですよね、普通に赤バンとかじゃないんですけど、スマホの問題で全然その問題は解決するんで、あのね全然心配してなくださらなくても全然大丈夫なんですけど、今はね、なんで、でももう自分のアカウントでクララできないなっちゃったね。じゃあ今どうやってんのっていうのは、あ、じゃあ横にコタ、あ、はい、あのコタくんに携帯借りて、コタの携帯でラットアカにログインしてますよ。コタの携帯でラットアカログインして今動画撮ってますね。あざす、用意いたしますけ、あ、助かりますね。はい、というわけで相手はジャイプリゴーストの可能性がありますね。これジャイ説あります、あのプリン、あ、マジアチャ、そう、プリンスマジアチャゴースト、ペッカとか、いや、ペッカプリンスじゃない、プリンスだもんね、マジアチャゴーストだから分かんない、結構高回転のジャイじゃないんかなと思いますね。はい、そうですね、まあでも普段やっぱテンゴットのジャイを見てるんで、ジャイはね、ジャイには勝ちたいですね。まあ、テンゴットより上手かった場合はちょっとね、あはまた難しいんですけど、まあまあまあ、いつかテンゴットがジャイ勝負してくれればテンゴットね、あのなかなか上手いんですよ、ジャイ、マジで実はね、そう、テンゴットジャイはマジなかなか上手いんですよ、あの人なんで、さすがにジャイ対決だから、これあのマジアチャ処理の鬱陶ですねと思ったら処理できなかったですね。はいはい、あ、でもこれマジアチャ、よいしょ、お、延命、いい延命、しかもいいですね、しかもレベル10なんでちょっといかついですね、気持ちこれディガーつなげるだけで、あ、いいなんかすごい動きしてる、すごい動きしてる、すごい、まあ、このマジアチャは5打たれるんで、まあドンマイって感じで、まあ身なんか放置しつつ一回打っとれのくマジアチャの竹はここで言うので一回取ってからこっちですけどね、抑えていきます。でこれスケアはもう一回、あ、いらないですね、これも相手5打ったんで、あとゴボリが2周目もあるんですけど、ワンチャン2周目いらなかった説、いやいい、ゴボリ強いですね。そしてあとはもう、ね、あとディガーとね、これあの、あ、これあの、はい、ゴーゴースト、マジで延命ますね、ここ檻なんだ、檻っすね、いやもう、あ、言うのがあったら本当に言うのでもよかったんですけど、でここでもうゴリゴリいっちゃいますね。お、さっきのやつでプリンス後ろ行って入るよ、射抜くよ、そして、さあ、で、あともうウッド2発っすね、ウッド2発なんすけど勝手に射抜く、やっぱね、マチファイボー普通やっぱマチアタック系ファイボー回系死んで、そう、終わっちゃうんだよ。でももう一回出てくるから、やっとスキミガーが、やっぱ強い、ね、いや、本当に思ってる、オッケーオッケー、まあ、横でなんか、いやいや、なんだよこのクソだっせえ弱そうなデッキみたいな、思ってる目で見てるよね、君、いやいやいや、そんなわけないでしょ。はい、というわけで、2戦目ね、三つおっさんよろしく。さあ、というわけで、まあ、回転範囲でね、結構逆サイとか攻めつつ、さやに振るっていうのもありかなと思いますね。ライゴル咲いてるんで、トルネードはないでしょうの有能
言語はないかな。これ好き、いやありそうですね。アイスウィズだったらありそうですね。結構ありそうですね。でここ高めでちょっとスケラ来た時用に高めにも処理して、スケラ来たら後ろキングラマジャチャぐらいで処理したいです。三重子ですかね、もしかしたら。いやホグ、いやホグだと予想。アイゴレアイス、いやアイスウィズだと。アイスイサイゴレ、あれ相手、うん、なるほどね。ああ、ファイブ飛んできましたね。で、はい、ここにもう一回ファイブってくると上級者ですね。ここにファイブ飛んできたらあっちも上級者ですね。おお、飛んでこないですね。でアイゴレあったんで、これ U の飛ばしても受けられちゃうんですね。なんで普通にディガーでここ行きますね。なるほど。相手が、あ、これ間違えちゃう、射抜くよ、射抜くよ、これ結構入りますね。これゴボリ一回置いて。おー、ね、えげつ、このゴボリ壊れた瞬間にタゲないと変わっちゃうんで、はいはいはい、クロスのタゲがタワースケで一回クッション置いてですね。でもきつい。でこれユーノだけだとワンチャン終わるんで、ユーノミラーしてユーノガチじゃない。そうユーノだけだと止まっちゃうんで、ユーノも一手出してあげて。あ、やばい、いい、やばい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 、これクロス 4% が残ってる。 4% が 4% いつ 4% 情報変えかって、うん、4% なんかそうちょっと前にね、なんかクロスが迫撃砲によりも迫撃砲が強いからクロス棒もそれに合わせてあげようってあげたんですよね。いや迫撃砲が強いならそれに、そう、そうなら迫撃砲加砲しようって思うんですけどね。まあ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 、まあ、しょうがない、それはしょうがないですね。だけでディガー飛ばして、あ、これなんか無視してきたっけ。無視だったらしっこ攻めたいですね。おお、でこれでもマジでマジアチャ出しつつ、あ、相手多分マジアチャ結構だるい。いやファイブあったわ、結構ファイブあったわ。この形組まげるのがきつくて、ね、もうこの形がつらいね。やっぱ今までロリババって言ったらね、今までロリババだったんですけど、ロリババ僕なくなっちゃったんで、これつらいですね。あ、でもこれマジアチャゲーですねからのウッドとマジアチャ、これいい感じにねクロスを処理していきます。え、おしゃれ、おいおいおいとか言ってる場合じゃないねマジ、あのウィーで済まないねんね今。これアイゴレでピピッですよね。ゴボリ最強ゲーなんで、あとはディガーミラーで、あ、相手外してますね。ディガーミラーでクロスを一回一旦、ね、あ、攻め次もちゃんとね、防衛から一回防衛してからの、おーおい、なんで盛り上がってんだ俺ら。これ多分高めの方にマジアチャ出してあげて、これに5打たせたいですね、はいはい、結構で、打たなかったら打たなかったら延命してあげて、おー、よしよし、ちゃんと処理しないと相手にだるいよっていうね。でここでアイゴレも5割いたんで、しっかりミラーでこうやったら挙式が回ってないんですね。回ってないっていうかコストがね、苦しい。ああいい、いやでもうえやー、いい雪だわ。前のピピピダッシュが、まあまあまあ全然いけますね。まあまあまあ、まあ、ここでクロスちゃきられてちょっとつらい。ちなみにこの試合負けるともう、はい、あ、なんか乾杯でグガチャが終わっちゃうんで。本当に本当にやめて、そういう嘘つ言うのマジで思いがしか欲しい。終わっちゃうから頑張っけ。いや、終わんない終わんない。一回スケで竹取っとくと。マジアチャが。え？なんかめっちゃいい。え？なんか俺もわかんねえんだよな。マジアチャがめっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。これあのウッドで一回ノックバックでマジアチャ気持ち延命したい。お。オッケー。いい、マジアチャ延命して。延命するよ。延命するよ。延命ゲーだよ。僕ここで逆回言うの。でここで延命するよ。あー延命できない。おおい。おお。でもゴボリが入ってる。おからの言うのもピピピー。はい。あ、でもこれ。犬く。よいしょー。よいしょー。あ、もうちょい犬いとし。このね、ここでもう一回ディガ飛ばすと。雪山対角がここで大丈夫な。でもやばい。やばい。怖い。ちょっと怖いですね、マジ。あともうちょっと、これマジアチャで射抜きます。マジここ射抜いちゃう、もうプロ。うぃー、なんか盛り上がってる。これあとウッドミラー圏内ですね。うぃー、あ、もうね、あの角度、マジアチャもこの上げ打ったことある実際に。ないでしょ君、実際に。これ実際にやったことないでしょ。いや、格上げあるいやもうね、このマジアチャやっぱあのミリ残りな、ナイスイズにこのマジアチャね、ああいうところを最後まで諦めずにね、狙ってほしいですね、皆さんに。諦めちゃうと終わっちゃうんで。あとクロス結構だるいですけど、ごぼうりで必死に耐えますね。
で、ごぼうり、そうですね。そうですね。ごぼうりがあと壊れる瞬間に一回竹が変わっちゃうんで、はいはい、その瞬間にスケでクッションを置いて、おーほーほー、そしたらその後ね、ごぼうりの檻を殴ってスケルトンを殴って、あのこのね中から出てきた怒りのゴブリンがね、また竹取ってくれるんで。おや、相手ペッカ工場じゃない。ペッカ工場ね、勝てます。おや。あ、ペッカ工場流行ってますけど、勝てます。流行りだね。はい。情報か。下方か上方かも分かんないペッカに勝てます。あ、これ、あ、相手、ちょっといい感じが、ね。いい感じの攻めじゃないですか、もう。辛い辛い辛い。あ、まあこれ一発が、一体ぐらいね、いい、全然。待ち当たり以外の時のガーゴイルがちょっときつい。魔獣チェーン編の時のガーゴイル、あーそうだね、魔獣そうなんですよね、雪玉とかそういうのがないんでちょっと辛いですね。これはこのゴボリでコース守るとそのままね、あっちの U のもついでに守れちゃうんですね、はいはいはい、なんでついでで、あのやっぱケチさは大事なんで、クラダオにおいて、まあ、ついで一生計画と一緒な、うん、ついで大事、ついで、これちょっとついでに俺のもっていう感じだよねついでに、はい、っていう、マジ相手後ろペッカ、でもこれを守れたらまあプロ、あ、なんかプロなんで守れます。ああー、それ、いや、わかんないですけどねこれだと、あの、お、なるほどね、なるほど、ちょっとミスったかも、これコースがね、え、なんかめっちゃさ、あ、待って、やばい、待って、やばい、待って待って、違う違う違う、あのさ、ペッカが長いね、うぃ、おぶねー、うわ、怖っ、おぶねー、ちょっと待って、もったいな、このゴボリ普通にペッカの前に、思ったより長いですよね、マジでびっくりしちゃうね。そうなんで、意外と確実に受けてもいいかもしれない、なんか大丈夫でしょうって思ったよね、甘い、甘いね、甘えたら終わり、甘えたら終わりですね、オッケー、これが最強、最強ゴブリン登場、オッケー、いい、オッケー、で、ザッパあるんで、正直僕のコウモリないようなもんなんですよね、これちょっと辛いですね。一回こっちに振ってからのこっちのエレキ、うわーやばい。おー、うまい。あ、でもここエレキさえ処理できたりしてる。右コウモリが若干投げてきた。マジ？やばい。マジ？これもゴボリで全受けしたいですね。これそうしたらペッカもこう連れてるんで、このまま右にこのままカウンターしたい。マジアちゃん残って。うい。さあ。うい。からのザップで一回このマジアチ消えるんで、コウモリとマジアチザップだけで消されるの嫌なんで、一回、一回我慢ゲーですね。なるほどなるほど。で、ポイズン打たれにくいようにここに出して、もう一回ここ、やばい、やばい、大丈夫。一回スケでクッションいって、この突進受けますね。オッケー、いや、めっちゃいい防衛してない？怖い。ピピピランドー、阻止。で、まだこの辺まで来ると、お、ピピピ、惜しい。お、マジアチャが射抜いてない。惜しい。これでも、相手このマジアチ処理しないといけないんで、処理してきたの、またね、今、僕のリズムですね。圧倒的に僕のリズムですね。これ、スケで。なるほどね。小物いっぱいないんでね。あ、しかも相手このポイズンやってますね。お、マジアチャが右がかりしてるんで。相手甘えてますね。これもあの、この辺のゴボリで、一回。マジ、マジ、ここにゴブリン出しちゃうの、ゴブリンの。え、だって相手これさ、結構だるくない？虐待登場、大丈夫？大丈夫じゃない。おや、おや、やばい。いや、でもこれ見て、もう勝手にカウンターになってるから、マジアチャがずっと頑張って、そう、マジアチャがずっと残ってんだよね。相手がポイズン一回入ったことによって、お、なんか、なるほどね、カオス、カオス、一回ゴブリで内側に寄せて4ないんかーいって、結構ゴブリンの割りポンポン出していくね。あ、回転早いからね、ゴブリで受けれなくても、ユーノとかウッドであのサイクカバーできるんで、おお、そうそう、これあの別にウッドでカバーできて、ゴボリまた回るんですね、回転早いんで、ま、おっと、ピピピー、はい、で言うのがピピピー、もうね、相手、あ、お、あ、おっていう、うぃ、強いカカ、強いが使いたくなるでしょ、使いたいってことで、コタの動画で、ね、多分この出来上がると思うんでぜひ、まあ、ぜひ、ギアか知らないけど今使いたいって言ったからね、じゃ教えてくださ、はい、というわけで、ね、これ、もうなんか、はいはいはい、まあ、結構な、マジアチャが強いというよりはゴボリが強かったですね。そうだね、防衛が圧倒的活躍を見せてたゴボリなんですけど、なんか結構もうウッド環境になってきてて、はいはいはい、なんだろうな、もうウッド環境になってますね、圧倒的なんで、マジアチャとかが、まあ、ウッドユキダマのスペルとか、はい、ポイズンウッドとかが結構流行ってきてるんで、マジアチャがちょっとね活躍してくるんじゃないかなと思います。というわけで、まあね、こちらぜひ
まあ、勝てるかは保証しないんですけど、ぜひ使ってみてくださいというわけで、コタくんのチャンネルぜひぜひ皆さん覗いてみてください。概要欄に貼っておきます、はい、では、終わりにしてと終わります。バイ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 。